スティニアと。もう泣くのはよせ、耳障りだ。すまない。エスティニアン殿の無事を実感した途端、安堵の気持ちを抑えきれず。憎まれ口もほどほどにしろよ、エスティニア。アルフィノ殿と英雄殿がお前の帰還を信じて行動してくれなければ、この状況にはなっていなかったのだから。わかっているさ。ありがとうよ、アルフィノ。そして、相棒よ。聖竜フレースベルグの力を借りて、蛇竜を倒すとは。それでこそ、同時代に生まれた、もう一人の青の竜騎士だ。許してくれ、エスティニア。私は私自身の判断で友であるお前に弓を引き裂いした。何と詫びればいいか。よせよ、アイメリク。イシュガルドの民を守るための決断だろ。常に冷静に対局を見て判断できるやつだからこそ、俺はお前を信じてこれまで背中を預けてきたんだ。何より俺自身、助かるだなんて思いもせず、蛇竜を道連れにすることしか考えていなかったんだしな。だからどこかの坊ちゃんみたいにメソメソするのはなしだぜ。エスティニアン殿。ニーズヘッグに体を奪われてからもおぼろげながら意識はあったんだ。そこで感じたのは、蛇竜の果てしなく暗い感情だった。半身のように感じていた妹ラタトスクを人に殺された深い悲しみと絶望、そして止めどなく溢れる怨恨。そいつはまるで鏡写しにした俺の心のようだった。両親と弟をニーズヘッグに殺され、復讐だけをよりどころに竜を借り続ける道を選んだ俺自身のな。ただ奴と俺には決定的な違いがあった。こんな俺にも師匠や友人、仲間ができたんだ。時に支え、いさめ、導いてくれる大切な存在がな。だがニーズヘッグを止める者はいなかった。それだけの違い、ほんのわずかだが果てしなく大きな差だ。奴はある意味で孤独だったのさ。蛇竜の影は払われ、雲海に散った。念願の復讐を果たしたわけだが、俺の心は晴れちゃいない。ただあるのは全ての死を悼む心だけ。
今日で竜狩りはしまいだ。教皇代行さんよ、青の竜騎士の称号は返上させてもらうぜ。エステニア。喋り疲れたのでしょう。ですが、もう大丈夫。安静にしていれば、じきに回復しましょう。あとはお任せを。私もけじめをつけなければな。雲浪における蛇竜の影との激戦からしばらくして、アイメリク教は教皇代行として一つの決断を下した。千年にわたり歴代の教皇が受け継いできた王権を放棄し、教和制への移行を宣言したのである。以降、イシュガルドの政治は貴族から選出された貴族院と平民から選出された庶民院の議員たちが担うこととなる。政教分離を行いながらも、貴族と平民の両者を立てた改革案は、事前の根回しの甲斐あって大きな混乱なく受け入れられた。そんな貴族院初代議長に選出されたのは、教和制移行宣言と同時に教皇代理から退いたボーレル子爵ことアイメリク教であった。当初、アイメリク教は議長就任を強く拒否していたが、意外なことにデュランデル伯爵が熱心に説得し承諾させたのだった。変革の風が穏やかに吹き始めていたのである。後日行われた議長就任式典には、竜までもが招かれ、新たな皇都の門出にふさわしいものとなった。人々は白竜の背に乗り、蒼天の空を舞うアイメリク教を見て、竜を狩る新時代の青の竜騎士と呼び称賛したのだった。
かくして最後の方向は雲の波間に消え、融和の粒子が新たに紡がれることとなったのである。